はい、こんにちは、もちんです。今日はですね、ついこの間もね行ったばっかりなんですけど、北千住に行ってフランス料理のね、なんかね土日祝日限定のランチがあるらしいんですよ。それがねなんかすごい評判らしくて、それをね食べに行きたいと思います。フランス料理なんてね、僕のチャンネルで初めてじゃないかな。しかもね、なんかパンも食べ放題らしいんですよ。これもねちょっとね気になってね、まあパンって何のどんなパンかちょっとわかんないんですけど、食パンじゃないよね多分ね。フランス料理だからフランスパンかもしれないんですけど、とにかくね楽しみに行きたいと思います。はい、というわけでね、北千住着きましたね。先週はね、めちゃめちゃ美味しい天丼とあのレアな、ね、スイーツをね食べたんですけど、今日はフランス料理っていうことで、本当にね、めっちゃ楽しみ。で、場所はですね、まあ、駅からね、すごい近いんですけど、分かりやすく、あの先週も行ったの商店街からね、行きます。駅の西口から国道4号線に向かって伸びるね、このバスが通る通り、ここまっすぐ行って、この宿場町通りがある方にね、こっちに曲がっていきます。で、このね、めっちゃ混んでる油そばのね、お店の横の細い路地を曲がっていきます。あ、ここですね、着きました。こちらです、ビストロ煮込み屋さんですね。なんか路地裏にある隠れ家的なお店って感じ。おしゃれだな。本格的フランス料理が気軽にお昼から楽しめますって書いてますね。今ちょうどね2時で、ランチタイムはね3時までですから、ちょっとね、入りやすそうです。はい、煮込み屋さんに入店しました。カウンター席とテーブル席があるんですけど、内装とか BGM とかとにかくおしゃれ。ビストロってこういう雰囲気なんですね。で、こちらがねランチメニューで、メインは ABCD とね4種類あります。 A がお店の名物で黒毛和牛すね肉の赤ワイン煮込みで、 B が本日のお魚料理でエビ鮮魚のカダイフ包み焼きアメリケーヌソース。あー、なるほどね、今日はアメリケーヌソースなのね。そして C が本日のお肉料理で三元豚のローストポークハニーマスタードソース。最後の D が本日のパスタ、粗挽きソーセージのアラビアータソースリングイネとなっています。このどれを選んでも前菜の盛り合わせとパン食べ放題、本日のミニデザートがつきます。こっちには前菜の内容も書いてありますね。前菜は3種類全部ついてくるんですけど、1つ目が鴨イノシシ三元豚のテリーヌ、もう一つがベーコンとオニオンのキッシュ、三つ目がキャロットラペってなってます。テリーヌ、キッシュ、ラペ。あー、なるほどね、ここはただもんじゃないね。それからこのお店はワインにこだわっているので、ランチでもいろいろね選べますし、もちろん僕みたいにお酒飲めなくてもソフトドリンクもたくさんあります。あ、すいません、そしたら A のはい、セットお願いします。で、あとこのクランベリージュースをください。はい、はい、早速来ましたよ、クランベリージュース。このジュースの色とかグラスのおかげでね、めっちゃおしゃれに見えます。で、僕ねベリー系のこの酸味大好きなんですよ、めっちゃ美味しい。さあ、まずは前菜とパンが来ました。サラダも結構たくさんついてるんですね。店員さんに教えてもらったんですけど、左からテリーヌ、キッシュ、ラペだそうです。あと食べ放題のパンね、やっぱりフランスパンでした。僕ねフランスパン大好きだから、これは嬉しい。いただきます。まずはテリーヌからいきますよ。
これ見た目には分からないですけど、鴨とイノシシと三元豚が入ってるんですよね。どんな味なんだろう。あとこの黄色いソース、これマスタードかな。一応ねテリーヌの一番近くにあるから、これはテリーヌにつけて食べてってことですよね。うん、あ、美味しい。これはね普段食べたことがないね、すごい高級な味がする。かじったところでごめんなさいね。これねカモとかイノシシとかね、こう個別に感じることはなくて、全部まとまってねめっちゃ美味しい。いつもはこれご飯欲しくなるなってね言うものばっかり食べてるから、ちょっと不思議な感じなんですよ。これだけをねゆっくり味わっていられる。まあこういうお店はねワインを飲みながら料理をねじっくり味わうっていうのが、まあ大人の楽しみ方なんでしょうね。あとサラダもね結構ボリュームあるし、残り2つの前菜キッシュもラペもね初めての味でしたけど、僕みたいにね全然慣れてなくてもすごくね食べやすくて美味しい。でこのフランスパン、焼きたてをね持ってきてくれるから周りサクッとね香ばしくて最高です。パン食べ放題ってねめっちゃ嬉しいけど、あんまり食べ過ぎるとなんかみっともないから、今日はねほどほどにしておきます。とにかくねこの前菜はね本当美味しくて、あっという間に完食しちゃいました。はい、すいません。さあやってきました、メインの黒毛和牛すね肉の赤ワイン煮込みでございます。お肉とマッシュポテトですかね。色合いがね黒と白でめっちゃシンプル。でもなんかそのシンプルなところにね、この料理に対するお店のこう自信をね感じますよ。うわ、あら、あらららら、なんじゃこれ、めっちゃ柔らかい。くわー、おい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 、これはやばいぞ、うますぎるぞ。とにかくねお肉めっちゃくちゃ柔らかい。どれだけ煮込んだらこんなホロホロになるんだろう。あとねソースも美味しい、濃厚でめっちゃコクがある。でもすごいね上品な味わいなんですよ。これはね贅沢なランチでね、濃厚な味だからご飯がね食べたくなるかなとね思ったんですけど、やっぱりこれはパンですね。ご飯大好きな僕でもさっきのねフランスパンと一緒に食べたいなってね思っちゃう。でこっちがマッシュポテト、ほらもうめっちゃ滑らか。うわー、もう動き止まっちゃう。ほんのりねバターが効いててこれ美味しい。とにかく口当たりがね滑らかで溶けるようにねなくなっていく。お肉のソースにも合うし、これだけをねいっぱい食べたくなっちゃいます。結局パンも美味しいからね2回おかわりさせてもらって、上品なねメインの料理と一緒にじっくりね味わいます。この残ったソースはねこうやって食べてもいいんですよね。多分ねテレビで見たことあるから、なんか下品なことにはなってないと思うんですけど、とにかくね最後までめっちゃ美味しくいただきました。そしてミニデザート、クリーミーパンナコッタのフランボワーズソースです。ミニって書いてましたけど結構大きいですよ。おお、これまたスプーンでもね分かるプルンプルンの感触、これは美味しい。パンナコッタがねねっとりとしてるし、フランボワーズソースのね酸味とのバランスがもうこれ最高。満腹状態でもこのスイーツならねいくらでも食べられちゃいます。というわけで上質なフランス料理のランチをリーズナブルに食べられるお店だってね聞いてきたんですけど、期待以上のね味とボリュームで、他のランチメニューもねめちゃくちゃ気になっちゃいます。ごちそうさまでした。なんかここも煮込み屋って書いてある、イタリアンバール煮込み屋だって。ほら完全に煮込み屋って書いてある。多分これ同じ系列のお店だな。はい、というわけでね、煮込み屋さんいただいてきました。美味しかったっていうかね、めちゃめちゃ美味しかった。なんかねイメージ的にまあ味は美味しいけど、なんか食べた気がしないぐらいね量も少ないとかそんな感じだかなってね思ってたんですけど、全然、まあ、パンのおかげもあってね結構ねボリューミーだし、まあ、とにかくね美味しい、めちゃめちゃ美味しい。他のランチのメニューもねめっちゃ気になるのでね、また食べたいと思います。
はい、というわけで今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。もっちでした。